山頂が見えてきました。ぶんです。今日は東阿賀野駅に来ました。ここから天鶴山、大高山、根野山に登っていきたいと思います。それでは出発します。いってらっしゃい。まずは天鶴山、頑張っていきましょう。今日は新しい靴なんですよね。なんか新しい靴を履くとワクワクしますよね。物語のある散歩道。おー、天鶴山ですね。今日なんか曇りなんですよね。この辺りから本格的な登山道となっていきます。よいしょ。朝なので空気がピーンと張り詰めてます。今日は天鶴山の山頂で朝ごはん食べようかなと思ってます。果物とちょっとしたものしか食べてこなかったんでお腹ペコペコです。カーギルの森だそうです。こちらの森は天鶴山山頂沢筋コースですね。こちらです。沢筋コース、歩いていきましょう。沢筋コースなんでね、左側に沢が流れていて気持ちいい音が聞こえてきますね。天鶴山、大高山、根野権現は本当に久しぶりなのでとても楽しみです。こちらは長尾坂排水場です。よいしょよいしょ。両峰神社跡だそうです。両峰神社というのがこちらにあったんですね。今日も怪我せず登山ができますよう、よろしくお願いします。もう少しでね頂上だと思うので頑張ります。天鶴山到着しました。445メートルです。イエーイ。三角点たち。ここもまた景色がいいですね。はあ、それではちょっとねお腹空いたんで朝ごはん食べていきたいと思います。今日の朝ごはんはおむすびと揚げなすとほうれん草のお味噌汁です。うん、いいアングルだな。うん、しみる、おいしい。それでは天鶴山を出発して大高山を目指していきたいと思います。大高山ですね。今のところ靴も足に合ってますね。いい感じです。綿帽子みたいな、なんかかわいいですね。なんかなんて言うんだろうね。今大高山に向かってる途中ですが、
ップダウンを繰り返しながら向かっているという感じですね。こちらが大岩です。山頂が見えてきました。大高山493メートルです。イエーイ。おー、はあ、疲れた。次に目指すのは根の権現ですね。向かっていきましょう。前坂到着しました。ハイキングコース、なんであそこだけハイキングコースってなってんだろう。林道まで降りてきました。こちら根の権現ですね。向かっていきます。根の権現へ。この後も怪我なく楽しく参考が続けられるようよろしくお願いします。土地屋の頭到着しました。スプーンとフォークです。かわいい。眺望は綺麗ですね。それでは根の権現、それでは根の権現向けて出発します。飯能アルプス天閣大高根の山。アップダウン繰り返しながら稜線沿いを歩いてます。コブのところまで来ました。来ましたね。大高沢入山520メートル。はあ、疲れた。剣に到着です。はあ、イエーイ、剣です。今根の権現の鐘の音が聞こえました。いや、久々歩いて結構ここの距離長いな。こちらの道は昨年伊豆ヶ岳から天覧山まで一日で歩いたことがあったんですけれども、その時にこのルート通ったはずなんですけど、もう疲れててあんまり記憶がないんですよね。ちょっと開けたところに出ましたね。根の権現までは本当にあともう少しで着くと思うんで、この景色が見えたからまた頑張って登っていきましょう。舗装路に出ました。嬉しい。もうあともうちょっと根の権現640メートルです。迫力満点ですよね。すごいです。おー、それでは本堂の方伺ってみたいと思います。根の権現は足腰の神様なんですよね。大きなわらじです。かわいいですね。目を遂げたです。足の神様ということでハイヒールもありますよね。スカイツリーのよく見える枠の上に向かいます。ちょっとこけちゃいました。東京スカイツリー展望所。今日はかろうじて東京のビル群が見えるぐらいで、スカイツリーは分かりません。あ、スカイツリー目の前に見えたな。ビルあっちで、こ、あ、見えました。目の前だ、目の前。
ぼーっと見てたら目の前に見えましたね。それではあちらに見えますかね、白い手。白い手に会いに行ったことがないので行ってみたいと思います。いつも見てはいたんですけどね、やはり近くまで来ると迫力ありますよね、白い手の。白い手です。白い手で遊んじゃいましたねそちらでちょっと休憩をしてから帰っていこうかなと思います。今日はアーモンドフルーツとココアでほっこりしたいと思います。あちらに先ほど言った白い手が見えてます。すごいお腹すいたみたいで一気に食べちゃった。ああ美味しかった。それではほっこりできたので帰るとしますか。それではね、阿賀野駅向けて帰っていきたいと思います。今日一日どうもありがとうございました。阿賀野駅 4.6 キロです。今日は東阿賀野駅から飯能アルプスを歩いてきましたね。天鶴山、大鷹山、目の権現ですね。こちらは去年の今頃おじさんと一緒に伊豆ヶ岳から天覧山まで飯能アルプスを歩いたんですけれども、その時以来でしたね。1年近く来てなかったのでとても懐かしく感じて楽しかったです。天鶴山はもうお腹が空いて登ってたんですけれども、久々頂上ついてわーっていうなんか気分になりました。それで次に向かったのが大鷹山ですね。以前歩いた時は伊豆ヶ岳から天覧山向かってるんで逆走なんですけれどもね、根の権現過ぎたあたりで去年は疲れが溜まっちゃってちょっと記憶が飛んでまして、剣ら辺ですかね、ちょうど風景というか景色があまり覚えてなくて、今日しっかりと見たんですけれども、こちらにはおうどんが美味しい朝見茶屋さんがあるんですよね。本日は終了みたいです。根の権現に着きましたね。足腰の神様なので、まず自分の足のことも祈りしたんですが、うちのおじさんが家の階段で転んでしまいまして、山だけじゃなく家の中も危ないということですよね。油断をしているとどこでも危ないと思うので気をつけたいなと思いました。なのでおじさんの足が良くなりますようにと一応お願いはしといたんですけれども、これからも楽しく歩いていけたらなと思ってます。よろしかったらチャンネル登録もしていただけると励みになります。最後まで見ていただきありがとうございました。阿賀野駅到着しました。